ポケモンサンデー番外編、ポケモンレンジャー光の奇跡大特集。みんなの任天堂チャンネルを見てるみんな、どうもポケサンカンパニーの山本隊員です。どうもみんな、ポケサンカンパニーの馬場隊員です。ポケモンの最新 DS ゲーム、ポケモンレンジャー光の奇跡、みんな楽しんでるかな、やってるかな。みんな今日はですね、その光の奇跡を一緒に遊びたいというゲストが来てくれてます。この方々です、どうぞ。椿早菜、秋キショコタン、二人合わせて A団誕生。 A団何ですかこれは。ポケモンバトルでババ隊員を倒すために椿さんとショコタン部長で結成された AS 団だが、今回はショコタンが来られないということで新たに AA 団を結成。まあでもバッカルコーン全然似てねえ。やるけどショコタン全然似てねえ。バッカルコーンすごい大きかったですね。大きいでしょ。メンバーが揃ったところで、ポケモンレンジャー光の奇跡は主人公のポケモンレンジャーが伝説のポケモンたちと共に悪の組織ポケモンナッパーズに立ち向かう壮大なストーリーなのだ。一人でももちろん楽しいんだけどさ、うん、友達と遊ぶ、うん、通信協力ミッション、これも盛り上がるよね。盛り上がる。そうだね。今作から始まったワイヤレス通信で最大4人まで協力してプレイができる通信協力ミッション、友達と一緒にプレイすれば盛り上がること間違いなしということで、4人で通信協力ミッションやりましょう。よっしゃーよっしゃー。通信協力ミッションの舞台は過去のオブリビア地方。セレビーの能力時渡りで過去に行けるぞ。4人がどれだけ協力してミッションをクリアできるのか。今回は山本隊員がリーダー、各自パートナーポケモンも決まり準備 OK。 じゃあ上のこのワープゾーンに乗ってください。はい、はい、はいはい。ちょっとすぐ後ろですかね。アキショコ、ミショコ遅いよ。走り回らなくていいんだって。少しジョギングさせてくれよ。向こう行ったらできないだろう。挑戦するミッションは発見いろんな宝箱。まずはポッポを4匹キャプチャーせよ。ポッポを4キャプチャー、うん、あ、いるよいるよいるよ。あ、いた。もうみんなで協力していけるからね。行っちゃおう。行く。早速1匹目のポッポを発見。みんなで力合わせてキャプチャーボーン。協力がいるからね。よし、おっとくだけ。早いね。俺が多く貢献した今。そうか、うん、みんな頑張ってよ。俺だよ今。先に進むと、あ、宝箱あるよ。本当だ、みんながいるんだもん。宝箱の中にはミッションクリアに役立つアイテムが入っている。例えばスピードアップなら、移動速度が変わった。どう、あ、すごい速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 い。ついてこいよついてこいよ。速い。ポッポいた。ポッポ、あ、いいよ。ポッポいた。ミッションは制限時間内にクリアしなければいけない。みんなで協力してポッポをキャプチャーだ。アキショコが足りない。アキショコ1テンポ遅いんじゃない。よーし、よし、キャプチャー。楽しいね。楽しい。ポッポを4匹キャプチャーして、いよいよボスのフォーレトスの元へと。ここで1個ね、うん、強力な技があって、はいはい、シンクロキャプチャーってのがある。シンクロキャプチャー。2人以上でラインを重ねるようにしてポケモンを囲むと白いラインができる。これが通常よりも強力なシンクロキャプチャーだ。みんなが重なればいいんだ。そう、ヒットを起こして。あ、白くなった。あ、本当だ。この太くなった時はみんなが一人合ってる時だな。そう、みんなが合ってる時が一番パワーがあるんだから。お前喋らずにキャプチャーしろ。あ、もうあとは最後に早くキャプチャーしろ。さあ、もう残り時間が10秒切ったぞ。みんなほら、みんなみんなマジでキャプチャー。おー、キャプチャー。やった、あぶねえ。よし、マジであぶねえ。なるほど、みんなミッションクリア。ポーズも決まってる。いや、危なかったね今。4秒ぐらいじゃなかったの。続いてのミッションでは、アキショコタンと椿さんがパートナーポケモンを変更。
雪目の子なんだね今回は。あ、そうなんです。私雪目の子超可愛くないですか。可愛い。さあ次はちょっと難しいですよ。はい、ですね、灼熱の火炎砲撃というのをやってみたいと思います。灼熱の火炎砲撃、はい、まずは4人で協力してブビーを5匹キャプチャーせよ。アキショクいくよ。それぞれで行くの、ね、それぞれ協力じゃないの、それぞれなの、どうなの。これ協力ミッションだけど今回はそれぞれで行った方がいい。いや、協力するどっちか言ってよ。それなんだかスタートから4人の意見がまとまりませんが、リーダーここで横で待ってくから助けろってお前。さらに先ほどのポッポよりも確実に手強いブビー。なんとかキャプチャーはできたが、ここからはポケアシストっていう技があるんですよ。ポケアシスト、ポケアシスト、仲間のポケモンがキャプチャーを手伝ってくれるポケアシスト。画面右下をタッチペンでタッチして、この相手の近くに持ってったりすると、今これ見てください。あ、すごい。何、ババが助けに来ちゃった。ババ今やってたって。ごめんごめん、ごめん、じゃあ俺がやっちゃう、ポケアシスト。あ、やってる。見せ場をやってくれよお前。2人もやってみてくださいこれ。さあ今度はみんなでポケアシスト。アキショコの、アキショコのあれがいいんだよ。よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ、キャプチャー、よっしゃ、よっしゃ、キャプチャーした。ポケアシストにも相性があって、相性が良いとアシストの効果が高くなる。ブビーもあと残り1匹だな。山本、こっちだ。一回戻ろう。なかなか見つからない。ちょっと時間がないよ、時間がない、時間がない、見つからない。さらにブビーを探したいのに日の嵐に出くわしてしまったババ隊員。このびっくりマークがババ隊員がキャプチャーをしている合図。近くにいた山本隊員が助けに行く。さらに椿さんも手助けに。これぞ3人が力を合わせた協力プレー。助けに来たって出るのがちょっとまたチームプレーっぽくていいよね。自分がピンチの時に助けに来た時にね。あ、ブビいた、ブビブビブビ、いたいたいた。椿急げ、はい、追いかけろ、止めて、はい、椿急げ、はい、よし、いた、よし。じゃあポケアシスト、目の子頑張って。よっしゃ、よっしゃ、ボスに行くんだ、ボスに。チームワーク良くなってきたね。いいね、いいですね。今回のボス、ウーバーンはかなりの強敵ということで、新しいコンバインキャプチャというのに挑戦したい。お、コンバインキャプチャは3人以上でラインをつなげて一緒に囲う強力な技だが、決まるまでが大変。コンバインキャプチャー、はい、オン。これどこに、あ、つながった、つながった、つながった、はい、左下ね、早く、つながってない、つながってる、誰だ、左下、誰か繋げて早く。あれ、繋がない、繋がったぞ。ちょっと好きにやらない。切れた、切れた、切れた。ちょっと待って、マジで俺どこだよ、ね、ちょっとみんな好き勝手やらない。俺どこだ、俺。コンバインキャプチャは攻撃されてしまうとラインが消えてしまうのだ。残り時間はあとわずか。目の子いけ、来て、来て、来て、いけ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 、ちょっとコンバインキャプチャー。あのさ、左下の人が一番ダメだ。ちょっと待って、俺右上、俺右下、左上、おめえじゃねえか。おいお前よ、左下だよ。何回もそこで止まるんだよ。ミッション失敗が悔しいので再チャレンジ。コンバインキャプチャー、はい、オン。つないだ、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 どこだ、はい、押せ、アキショコ、当ててそこ、あー、早く、もう一回やろう、もう一回やろう、もう一回やろう。さあ、4人の心を一つにして、上手に繋がってない、繋がってない、繋がった、繋がった、繋がったよ、あ、繋がったよ、もう一回山本やったよ、やったよ、っしゃ、もう一回、もう一回行くよ。結構あれだな、しぶといな、もう一回、もう一回、コンバインキャプチャー、オン。よし、繋いだ、繋いだ、繋いだ、早い、いいよ、繋いだよ、オッケー、すごい、よー、オッケー、どうぞ。すごいよ。ということでミッションクリア、お見事。この中にアキショコが混ざってるとは思えない。あれ1個いたんだろ、いたよ、いたよ、左下俺だったんだよ。ミッションクリア後に過去から現代に戻ると、今まで通れなかった場所に行けるようになる。
通信協力ミッションでよりストーリーが広がっていく。はい、ぜひみんなもですね、ポケモンレンジャー光の軌跡遊んでみてね。バイバーイ。